IBM PowerPC601 マイクロプロセッサ PPC601FD-080 から2 IBM PowerPC601V マイクロプロセッサプカ 601V5FE1002 PowerPC601 シリーズは Apple Computer、Motorola、IBM の3社が共同で開発した32ビットのRISCマイクロプロセッサである。初めて製品化されたPowerPC 系列のプロセッサであり、Apple Computer が発売した初期の Power Macintosh シリーズに採用された。PowerPC601 には高速版である PowerPC601V が存在する。PowerPC601 シリーズは IBM のサーバワークステーション向けプロセッサである Power をベースとして設計された。PowerPC601 の開発を早めるため、開発中であったパワーアーキテクチャのシングルチップバージョンと同じく開発中の88110の作業チームを統合し IBM とモトローラ双方の専門知識を有効活用した。601シリーズのコアは後継の603シリーズや604シリーズと異なりパワーアーキテクチャとの互換性を持つ。また外部インターフェースはモトローラのRISC CPU88000 をベースに設計され、バス幅は64ビットとされた。以下は主な仕様である。高速版の 601V では、動作電圧引き下げによる低消費電力化、最高 120MHz までに引き上げられた動作、クロック、プロセスを 0.6 マイクロメートルから 0.5 マイクロメートルに変更するなどの改良が加えられた。製品化された最初のパワー PC であり、このプロセッサがマッキントッシュに搭載される初めてのパワー PC となったことから、従来 Mac に搭載されていた MC68000 プロセッサとの互換性が重視された。また、市場に迅速に投入するために、既存のパワーアーキテクチャとの互換性が高いコアが採用された。投入された当初は、まだパワー PC 用のソフトウェアは充実していなかった。しかし、Mac OS に使われたコード変換機構が高性能だったため、パワーマッキントッシュ上でもFPU命令を使用しない 68K プロセッサ向けのソフトウェアは MAC68LC040 のハイエンドに近い速度で動いた。このため 68K ソフトウェアを使うユーザーにも性能的なメリットがあり、パワー PC への移行はスムーズに受け入れられた。一方で、互換性重視の外部インターフェースや、パワーアーキテクチャとの互換性は同時に、パワー PC 本来の性能を発揮する妨げとなっていたのも事実である。後に開発された603シリーズと604シリーズでは、パワー PC アーキテクチャへの最適化が進められた。発熱量が多く、ノートパソコンへの搭載には適さなかったため、ノート型のパワーマッキントッシュの登場は、パワー PC603 の登場を待たねばならなかった。ありがとうございます。